1話です。弱っている飼い猫ちゃんたちの金縛りの気づき方。飼い猫がうつ伏せで寝た状態で飼い主さんの顔を見ながら、あるいは遠くから知らせるかのように飼い主さんへ、いつもより少し張りのある蚊の鳴くような鳴き声で鳴き始めていた場合は、金縛りに合っているサインだったりします。そんな時には飼い猫ちゃんの頭からお尻まで優しく撫でてあげると、その猫ちゃんのお尻側から小さいサイズの人間の猫好き幽霊が出てくる場合があります。数回くらいなでなでしてあげた後は抱っこしてあげながら別の寝場所へ連れて行ってあげてください。第2話です。最近魔除けの札を貼ってみた回のお話です。私はたまに見かけることがあるのですが、死神っぽい顔はご老人の赤くないキジムナーっぽい霊を見つけると、病院では魔除け札を貼れませんが家では貼っていて、1枚アマゾンで購入して家の柱へ貼ってみると、家の床へくっそーと言いながら沈み消えていったので、安心していると次の日には天井だけを壁で囲われている、神棚下の床の間壁際で浮遊していたので、応急処置として家にあったお札をその死神を見下ろせる天井部分に貼ってみると、その死神がこんなとこ折れるかと言ってふわっと窓から外へ飛び去られていきました。第3話です。お花からの甲高い声。家の畑作業中に雑草が生い茂る中、背丈の高い茎の太いお花を、私は右手で引っこ抜いたら甲高い女性の声で痛いと聞こえてきていたのですが、背の低く同じ種類でまだ小さめの花たちは声が小さかったせいなのか聞こえてきませんでした。今振り返ってみるとみんな抜かない方が良かったのかもしれません。最後におまけ余談階段です。生き霊さんのお式条例の場合は、声かけから入り男性器の一物が女性器の体の中へ入ってきてストレスが溜まっている時にはよく眠られるそうです。ただ狩猟の例の場合の式条例の場合は金縛りからなので確実に気分が乗れないそうです。ご視聴ありがとうございます。感謝しています。ご登録してくれると嬉しいです。